どうもアッキーですまあ本日はねえー、ゼロから始める新婚生活じゃないわ調教生活9日目ということで本日のね、えー、ご飯をお食事をね紹介していきたいと思うんですけどまあね見ての通り鍋用薄切りごぼう138円をまさかの50パー引き寄せ鍋用野菜セット 216円を50%だと。そしてですね、いつもの温泉卵ではなく、とろり半熟卵、なかったんですよ。温泉卵がやっぱ人気みたいでね。そしたらまあ、サバと、えー、それからですね、本日のメイン、ね、アイミューズ。免疫ケアで初めてのアイミューズですよ。ねこちらをね、食レポできたらなって風に思っちゃってね。はい。 ねこの前はね、そばそばそばじゃないわ、サバの、キールをやってたんですけど、まあ、健康にもいいので、ヨーグルトにしようかな、次は、っていうことで、ね、まず一口ね、いただきたいと思います。あし、白いですね。あー、白いですね。なんかちょっと液体みたいな。うん。なんていうのだろう。パンみたいな味しますね、これ。 パンみたいヨーグルトっていうかパンですねこれもうもはやパンということで乳酸菌たっぷり免疫ケアのねアイミューズ免疫ケアにいいんでね是非皆さんも、えー、試してみてくださいそれじゃあありがとうございました